皆さんこんにちは。こんにちは。新しいイベントクエスト、そうですね、怒りのファイアーショック、うん、ショベルザウルス、うん、でもあと2日って書いてあるぞ。11月2日月曜日時点で、あのお休みになるんですよ。ショベルからショベルザウルスが、ま、ショベルザウルス、うん、また来るって、なんかもうそんなに早く終わっちゃうのかって一瞬びっくりしちゃった。で相手マインスイーパー、あの地雷出してきますね。こっちマインスイーパー、スタミナはあります。余裕でございます。入ります。入りました。あースタートトリプルローリライ。敵がね欲しいというのであればトリプルどころか4人ロールライまで行けますよ。4人ロールライ、私ロールライ1人しかいない。あ、なるほど。私ね、ロールライ3体もいるんですよ。なかなかすごくない ?3 体って。すごい、すごい。で、あともう1体をあのヒーレライじゃなくて、なんだっけ、ウォッカヒーレライ、ヒーレライって言っちゃう、いつも。ウォッカーで行けちゃったら、ね、もうやばい。ホーミングだらけ。どんだけホーミング好きなんだ。しかもこれね、せっかく動画でやろうっていうのに、うん、もうなんか敵の強さとかもクソもないんじゃないの、このローレライ、トリプルローレライを前にしたら。もうあの村井さん時間がないから、あの短縮短縮でスピードで勝負っすね。お、今スピード勝負だね。あー素晴らしい。うわすげえ。マインスイーパーで来たけど、うん、マイン出てない。出てない、出てない。運極一応飛行ついてるクイバタで来ましたけど、むしろ爆発の方が良かったかな。ひどい。 あ出た、ショベルザウルス。一応ザウルスだ。働く車みたいなやつありましたよね、シリーズ、うんうん、トミーとか、うん、なんかその辺。そうす、一応この部分がザウルスっぽいけど、限りなくショベルカーですね。ですね、うん、あこれ何シリーズなんですかね。ファイヤーパンクじゃなくて、なんだっけ、この間ニュースで言ってました、なんだっけ、今回のシリーズ、今回の新しいイベント、うん、初めてマインス、あ、地雷が、よし、地雷を回収するのが最優先。地雷取り合い。あ、強そう、うん、サソリだ。こんな、あ、飛ばした、ゲージ飛ばした。嘘、あらまあ、え、飛んだ、飛びましたね。何ゲージぐらい飛んだの今。2ゲージ、あ、緑ゲージだったと思います多分。あ、落ちた。わあすごい時間短縮、やばい、3分30秒で終わった。よし、わかった。皆さんこの動画を見た方、今日はモンストの動画1本だけか、しかも3分かって思われると思うんですけども、せっかくだからイベントクエストもう1本やりましょう。別の動画でまたお会いいたしましょうね。一応見ますかね、データ。そうですね。はい、攻略アプリでございます。ショベルザウルスさんが進化しますと、先ほどの重機恐竜ショベルザウルス、うん、で、まあこの子はこれぐらいで、今回のガチャキャラとかも新しいのいますよね。ガリレオから？あ、ですね。ガリレオと源内で、源内がアバロンの適性って言われてる。マジ？うん、まずガリレオから見ましょうか。はい、あ、ショベルザウルス3体。はい。この方に必要です。源内は？あ、2体必要。ショベルザウルス人気じゃないですか。必要ですね。で、アルキメデスさんは？あ、2体必要。全部いる。今んとこフルで必要。で、ボルタ。イベントキャラです、ね。イベントキャラ関係ない。ワットもイベントキャラ。ワット可愛いな。可愛いですね。
でセクシーローラーとドリルマックスですね、が降臨だ、うん、あ、何これ、どう今回のイベントのコンセプトって何なの。コンセプトスチームパンクヒーローズ。なんかスチームパンクヒーローズ結構アメリカのアニメっぽいっす、ね、アメコミとかあっちの世界観か、うんうん、あ、しかもこの人結構強かったんじゃないですか。必要とされてねこいつ、あのショベルカー必要とされてません。ドリルマックスは、あ、ドリルマックスはショベルカー必要そう、うん、ドリルマックス、背中にマックスって書いてあるんですよね。背中じゃなく、それはお腹か。え、お腹にマックスって書いてあるの、進化前かな、なんかどこかに、ああ肩にマックスって書いてある。そう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 、すごいな。アンチダメージオールで飛行ついてる、結構強いんですよ。しかもこれアンチウィンドですよ、素晴らしい、スピード遅っ。アンチウィンドって私初めて見た、もしかして降臨キャラだったらこれ初めてです。ガチャキャラにはいましたけど、あ、ホーミングだらけだ、うん、強いっすよ。SS も強い。てかステースタス高いじゃん。パワー型やからスピードがめっちゃ遅いですね。へえ。はい、そんなわけで今回戦ったのはショベルザウルスでございました。ではまた。皆様ご視聴ありがとうございました、マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いろんな動画がありますのでぜひとも楽しんでください。以上、北海道の、吹き出し公園からお届けいたしました。さよなら。